大都市寺山は、宮城県仙台市大白区にある山である。山の名は、江戸時代からこの山にある大白州、両足山大念寺に由来する。古くはの、出口山、また、もがさきと呼ばれた。大都市寺公園と、その一部である仙台市野草園があり、他に放送局のテレビ塔3本が立つ。標高は、約120メートル。 大都市寺総門立家の母所代年寺山は仙台市都心部から見て南側、広瀬川やあた山、大久保屋地を隔てたところにある。大都市寺山の南側には長町地区が広がる。山の形は東北東から西南西に長い。この山の最高点とされてきた二等三角点、大都市寺は標高119.55メートルだったが、現在は停止している。 南西斜面に東北工業大学町町キャンパスがある。北西側斜面に仙台市野草園があり、山の東側は大都市寺公園で伊達市大々の墓所がある。北東側の山裾は広瀬川に近い。古墳時代にはこの山の中原にたくさんの横穴墓が作られた。山の北側に大都市寺山横穴墓群、南側に三沢横穴墓群と、 モガサキ横穴母軍、その他、アタゴヤ横穴母軍や、そう、ゼ寺デ横穴母軍などがあり、全体で、高山横穴母軍と称す。中世には、モガサキと呼ばれ、モガサキ城が置かれた。1696年、ダテツガムラは廃寺になっていた、千栄寺を茂げが先に移し、大規模な寺院の造営に乗り出した。翌年、大幕州の鉄牛和尚が招かれ両足。 山大年次を開いた。これ以後、江戸で死去した者を除く伊達家代々の墓所となり、江戸時代には、その保護を受けて高層ながらんを営んだ。当時の大都市寺は、全国の大幕州の寺院の中でも規模が大きい、ものであった。明治になってから、廃物希釈の風潮を受けて、伊達家が物資を止めたため、荒廃した。今も残る建築物は、南の入り口にある宗門だけである。 1918年には、労働者64人が、大都市寺山に立てこもった。これは、名取郡町町村の東北板上での、労働葬儀によるものであり、労働者は賃上げを要求して勝ち取った。日本と宮城県の労働運動黎明期の一、事件である。伊達家との関係が切れた、大幕衆は、昭和の初めに大都市寺を再興した。これが、現在の大都市寺で、 昔の門前にあたる山麓にある。1934年11月に、北隣の八木山と合わせて308.32ヘクタールが、八木山大年寺風地地区に指定され、仙台近郊の緑地として、開発を抑制された。伊達家の墓所があることから、大都市寺山では長い間、樹林の伐採は行われていなかった。しかし、第二次大戦中から戦後にかけて、 木材の需要が急増した影響で、大都市寺山の樹林の伐採が行われた。1950年に、伊達家がここの山林を売却したために、樹林の伐採が進み、大都市寺山の景観は一変するほどだった。1950年に、植物園の計画が持ち上がり、1954年7月21日に仙台市野草園が開園した。 この敷地は1945年に地滑りを起こしていたところであり、野草園の設置は、その有効活用という側面を持ち合わせていた。1956年3月21日、NHK 仙台総合テレビジョンの開局を先駆けに、山頂には各社のテレビ放送の塔が立ち並んだ。仙台市は、石井徹市長の下で、 伊て家の墓所も含め大都市寺山に公園を整備する構想を立て土地取得を進めた。この過程で仙台市が1991年と1992年に4倍の費用で土地を購入したことが1993年9月に明るみに出た。市民団体の仙台市民オンブズマンは土地を売却した4社を相手取って代金返還代請求訴訟を11月に起こした。 最高裁まで争われたこの裁判では、予算、決算報告を起点にして計算した、請求期間1年を過ぎてからの住民監査請求は、認められないとの判決が2003年に確定した。大都市寺山のテレビ塔外環状の特徴は、山上に立つ三本のテレビ塔である。東から上記の三つの鉄塔がある大都市寺山の西隣の八木山に、 テレビ塔として運用されていた鉄塔がある。八木山の東北放送を含めた4本中3本のテレビ塔ライトアップは第10回仙台市都市景観大賞を受賞した。東京からの東北新幹線下りの車中からテレビ塔ライトアップは非常によく見え仙台到着のランドマークとなっていることが受賞理由となっている。なお仙台空港の航空法の制限表面のうち 円水表面と外部水平表面は仙台市中心部には設定されておらず、これらのテレビ塔は建設が可能であった。宮城県の地上デジタル放送におけるリモコンキー ID は全国で唯一系列局の割り当てが鹿児島県と同一になっている。また、本校では2012年12月14日から2016年6月30日まで運用されていた。 ジャパンモバイルキャスティング運営のティ t ビ v 仙台送信書についても合わせて記述する歴史ありがとうございます